三人の男性三人は南部アフリカのカラハリ砂漠に住む狩猟採集民族である。砂漠に住む狩猟採集民族は大変少なく、現在ではこの三人ぐらいしかいない。かつて三千から二千年前くらいまでは南部アフリカから東アフリカにかけて広く分布していた。しかし、バントゥー系の人々や白人の進出により激減し、現在は カラハリ砂漠に残っているだけである。近年の遺伝子解析では人類の祖先と目されている。サバンナで生活する3人は地球最古の人類とも呼ばれ、移動する狩猟最終民族として20世紀には数多くの生態人類学者の観察対象となった。人口は約10万人。言語は恋さんご族。吸着音あるいは クリック音と呼ばれる類型に分類される非常に多様な音を普通のシーンとして使用する言語である。言葉を構成する音素は世界最多の200以上であり、世界一難しい言語と言われる。恋恋人とは身体特性、言語、文化など著しく類似している。かつてオランダ人によりボスジズマンと名付けられ、英訳されブッシュマンとなったが、部別を含む呼び方であるとされる。 しかし研究者や三人自身の中には、カラハリの草林に住む、自由人という意味を込めて、ブッシュマンと呼ぶ人もいる。サン、またはサーンは、コイコイ人や、生人による呼び名である。これらは、通性複数だが、男性複数のサンクア・ソワクア・ソンクアでも呼ばれる。これらは、英語やオランダ語では17世紀頃まで使われていた、古い呼び名で、18世紀にブッシュマンにとって変わられた。 しかし1970年代から政治的、正しさにより、ブッシュマンが寄避されると、再び、3が使われ始めた。ツアナゴ起源のマサルワ、またはバサルワでも呼ばれ、3同様、1970年代からブッシュマンに代わり、バサルワが使われ始めた。北部の住民ワ君とも呼ばれる、平均身長は、男子で約155センチメートルと低身長であるものの、 身長150センチメートル以下のピグミーではない。毛髪は極端に縮れた毛で、内部に多量の脂肪組織の蓄積のために後方に突出している伝部を持っている。皮膚は高褐色でシワが多く突出した頬骨を持つ。人種語大区分ではカポイドとされる。アフリカの最古の住民であると考えられており、最も古くに分岐した Y 染色体。 ハプログループ A 系統が高頻度に見られる。恋恋人や三人の話す恋ン書語は現代では、一つの語族としては認められていない。かつて、ジョーゼフ・グリーンバーグは、吸着音を持つアフリカ諸言語のうち、バントゥー・語グニやクシゴハに属さない言語をひとまとめにして、恋ン語族としたが、ウェストファルはこれを否定し、南部アフリカの恋ン書語を、ホッテントット、ジュー、タート、 国の四つの語族に分けた。現在ではこのうちたトクイは一つの語族にまとめられ、KX、A、子、2の三つの語族に分けられている。このうち子は基本的に恋恋人の言語であるが、三人の一部の言語もここに属する。親族関係に基づく40、50人単位ぐらいの数家族の集団が集まったり離れたりしながら移動生活をする。 一箇所のところに数日から一ヶ月程度しかいない。その間の住居は半球状の草吹き小屋を簡単に作って住む。警察や裁判に当たるものはなく、集団を取りまとめるリーダーが存在しない、昔ら社会である。また、職業や身分、地位の差もない。男が狩猟をして、女が採集するといったような性別や年齢による役割の違いはあるものの、社会を築いている。 構成員は対等な関係である。親族の体系は、生徒世代によって2分される。父の兄弟を父、母の姉妹を母と呼ぶ。冠婚葬祭、成人式などの通過儀礼は、簡単に済まし、派手な祭りなどは行わない。無数の神々の頂点に立つ、天空神で創造神であるカーング、病気や死の原因となる悪霊を信じているが、 アニミズムに過ぎないものであり、仏教やキリスト教のように統一された体系的な宗教は持っていない。1990年代以降、世界的なグローバリゼーションとボツワナ政府の福祉工場、動植物保護、さらには鉱物資源開発を名目とした近代化政策の影響により、中央から入り動物保護区などの保護区域外への 定住化が進むなど、三人の生活は大きく変わりつつある。21世紀には、農耕、牧畜など、定住生活を行っている人々が多数となり、かつてのような狩猟採集で生活している、三人は、ほとんどいないと見られている。しかし、三人の多くは、貨幣経済生活に馴染めず、失業、伝統文化の消失などが、社会問題化している。 定住化によって起こるストレスと現金経済の浸透から酒が絡んだ暴力事件や自殺が顕著となっている。ボムむべきと信仰があった山賊の指導者、ダビド・クルイパーは南アフリカのアパルトヘイト廃止の流れに乗り、1994年に国連で3人の代表として3人の保護を訴え、1999年には4万ヘクタールの土地変換を成功させている。 保護区域内においても自生するフーリアなどの薬用植物の採取やオリックスなどの動物の狩猟が違法とされ逮捕される事例が相次いでいる。フーリア製品の商品化にユニリーバ車などが取り組み高い利益を上げているが地元への還元はなく社会問題になっている。ありがとうございます。